こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。前回の動画で、この3つの G ジャンの特徴を説明をしていったわけですが、今回はその後編ということで、パンツとの組み合わせ、コーディネート、こちらをご紹介したいと思っています。このコーディネートと言いますのは、コーデなければならないというふうな定義は全くないわけですね。その人一人一人の個性を生かすのもファッションの楽しみ方の一つですので、こうじゃなければならないということは全くありませんので、今回私がこう提案するのは、一つの案として、一つの提案として聞いてほしいと思っています。まずこの3つの G ジャンの中で、インディゴ、ホワイト、そして、柄物ですね、グレー系の柄物。これにどういうふうなパンツが合わせたらいいのか、今回6本のパンツをちょっと選んでみました。この6本のパンツも男性が持ってらっしゃるパンツの代表的なものなんで、持ってらっしゃるもので、俺そのパンツ持ってるからあれと合わせた方がいいのかなという、そういう簡単な気持ち、軽い気持ちで聞いてほしいというふうに思っています。まずはチョイスのグレーの細身のパンツです。グレーの細身のパンツ、そしてインディオですね。もう皆さんご存知のこのジーンズ、濃いめのジーンズを選んでみました。そして、どちらかというとホワイト系、白系のパンツ、これは真ん中のホワイト、オフホワイトのジージャンのピケ素材のパンツですね、のホワイト。そして、もうご存知のもう一番定番的なこのチノパンです。チノパン、ベージュ系のチノパン。そして、ミリタリー系のパンツ、いわゆるこう軍パンというミリタリーのパンツですね、このオリーブグリーンを持ってきてみました。そしてもう一つ、これはちょっと特徴があるんですけども、ストライプですね。ストライプ柄のワイドパンツ、大きめのパンツです。この6本を合わせていきたいというふうに思っています。まずこのグレーの、細身のグレーのパンツですけども、これは、どれと合わせればいいかなと思うと、やはり私はですね、このインディゴ、濃いめのジージャンですね、この一番この右側のやつ、これと一緒に合わせて、この組み合わせで合わせていきたいと思っています。じゃあこのホワイトですけども、ホワイト、これは真ん中のホワイトの色と全く一緒なんですけども、これは別にこのセットアップで合わせてみてもいいんですよね。いいんですよ。それで悪くはないんですけども、ちょっとメリハリを今回つけたいので、このホワイトに関しては一番向こう側のグレーのピンストライプの G ジャンとこの白と合わせてみたいと思います。そしてこのインディゴブルーですね、濃いめのジーンズ、この濃いめのジーンズはやはり真ん中ですね、真ん中のホワイト系の G ジャンと一緒に合わせる。やはりこれもちょっとメリハリをつけたいので、この組み合わせをしていきたいと思っています。そしてこのオリーブカラー、こう軍パンのようなそのミリタリーなね、オリーブカラーのパンツですけど、これは別にどれでも合わせることはできるんですけども、私としては今回はこの真ん中のホワイトのパンツ、ホワイトのジージャンと一緒にこのミリタリー系のオリーブと合わせてみたいというふうに思っています。そしてこのストライプ柄ですね、このタイプ、これはやっぱり柄物ですので、一番向こうの柄物と合わせるとちょっともうごちゃごちゃとなりそうなので、これはやはりこのインディオの方のジージャンと合わせてみたいというふうに思っています。そしてこのチノパンですね、もうオールドチノ、このタイプは一番もう向こう側 のピンストライプと一緒に合わせようかなというふうに思っています。こういうふうに3つの G ジャンに対して、それぞれ2本ずつのパンツと組み合わせて、どういった感じになるのか見てほしいと思います。
今回この3つのジージャンに対して6本のパンツを選んだわけですが、これはもっともっとね、いろんなコーディネートの幅が広がると思うんですね。一つの例として今回私がチョイスしたんですが、このチョイスの仕方というのは、まあ、ちょっとメリハリをつけたいということで、色のトーンですね、メリハリをつけたいということで選んでみました。その他にもこういうふうにいろんな組み合わせができるので、それはファッションの楽しみ方の一つでもあります。今回はこの3つのジージャンに対して6本のパンツの組み合わせ、これを紹介していきました。